国はちょっと8時を回りてます。回ってますね。回ってますね。きっと回ってます。きっと回ってます。はい、はい、またね、この雰囲気、この雰囲気、はい、はい、前回いつでしたかね、染め屋の実会館。前回、前回だよね。前回先月じゃないでしょ。巻き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 、そこはいいか。で、今月もちょっといろいろ諸事情により、染め屋の自治会館、我々の活動の拠点である自治会館から、はい、録画でお送りしております。はい、すいません。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いろんなの、みんな余裕というかね、練習とかいろいろあって、私ちゃんと喋ってるつもりですけど、伝わってますでしょうかね。ちょ、ロレツは大丈夫でしょ。大丈夫だと思います。いくらか入ってますが、ちゃんとお伝えできていることをお祈りしております。はい、それで、はい、大丈夫ですね。はい、10月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあほら、10月といえばやっぱね、去年もね、秋のね、何々みたいなやりましたが、やっぱね、秋の味覚といえば、味覚といえば王様がいるじゃないですか。例の王様ね。はい、せーの、サンマ。あ、違う違う。サンマじゃねえ。早いな、早かったよ。でも言いたくてしょうがない。言いたかった、言いたかった。サンマ食べに行きたいね。美味しいよ、サンマも。まあ、サンマもいいんだけど、ね、あれ海のもの、うん、山のものが。でもやっぱり秋の ね、王者ですわ、王者。言えばね、はい、せーの、クリーン。はい、はい、おい、ダメ。栗もいいけどね、柿。うるさい。じゃあ限定するから、キノコで、キノコで、うん、はい、キノコで。せーの、しめじ。絶対言うと思ったよ、俺絶対言うと思ったけど。一年中出てるわ。はい、ということで松茸です。うん、長いな前振りが。みんなもう結構ね、もうみんな、ね、みんなくどいって思ってる。うん、そうだよね。すみません、嫌いじゃないけどね。ということで、松茸ね、はい、今回もね、行ってまいりました。去年に、ね、うん、引き続き今年も、あぜ道山荘さんにお邪魔をしまして、うん、松茸を存分にいただいてきました。これ食ってね。そうだね、まあ VTR ね、この後見ていただきますけども。じゃあ、まあ見ろ。まあ、本性です、これが本性、本性。じゃあ、ということで、はい、じゃあまずはね、VTR をね、はい、見ていただきたいと思います。はい、はい、それではどうぞ、見てください。はい、はい、よいしょ。はい、どうも。はい、どうも、こんばんは。キズボーでーす。なんか、いつもと雰囲気違う夜ですけど。夜スタート。夜スタート。はい、さあ、今日はどこに来たんでしょうか。はい、サイコロも転がるのかな、これ転がってないですね。状況ですね。はい、昨年も一応放送してもらいました、松茸ですね。ちょうど去年もこの時期そうですね。はい、なのであぜ道山荘に、うん、また今年もね、来させていただきましたので、ちょっとグルメレポートをね、うん、はい、うん、ね、そうした初サイコロ、ね、昨年、うん、昨年来れなくて初ロケです。あ、ロケが初めて。初ロケだわ。そうだ、あ、そうなんだ ね、うん、ね、そっかそっか、初ロケがこれ。初ロケです。すごい。じゃあ、今日もいっぱい松茸食うの。おぉみたいな。じゃあ、トイさんだけ別コースで。なんでお高いコースでお願いします。はい、ですので、じゃあちょっとそういうレポートしたいと思いますので、はい、お楽しみに。楽しみに。はい、じゃあ、止めて、どうぞ。どうぞ。お願いします。いきます。はい、改めまして、とりあえずこれね、すき焼き風の、はい、来ましたけども、その前にとりあえず、とりあえず、これのやっぱりね、これのね、これが投げれば、じゃあこれから、いただきます。はい、それではちょうど食べ頃になったということで、ちょっとじゃあ松茸からいきましょう。じゃーん、これ松茸です。うまそう。シーン。もっと大きいの。いい、大丈夫。それじゃあ食べてみるか。
どうでしょうか。この音聞こえないと思うけど、うん、あの松茸起きましょう。はい、松茸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 天ぷら来ました。塩をつけてお召し上がりください。下持ったらめっちゃ熱いよ。だって火がついてんだ。サンサンクロバカだね。下熱かった。いただきます。熱いな、うん、あまずこの香り美味しい。アップでね、アップで。しばけすように加工しなくちゃいけない。うるさい。しないから大丈夫。小池都知事も大変だね。美味しいです。とっても幸せです。今日一日テンションを上げてきた甲斐がありました。天ぷら、どうですか。天ぷらで全部炒めたいと思います。塩こった？塩プリーズ。ほい、はい、どれが松茸だ、この辺が松茸の今でございます。松茸です。ご飯かけて、うどん入れる、うん、なくなったよ。松茸の天ぷらに塩をつける、歯ごたえが美味しいです。じゃあ来てください。すごい、はい、お待たせしました。焼き焼きました。これの香りを嗅いでみたいと思います、はい、皆さんにこの匂いを香りだとお届けしましょう。お願いします。嗅げてねえつもお決まりでした。じゃあはい、あの水分からね、ちょうどいい、これ食べ頃です。やっぱり大きいの食べていいから。どうぞ。いってらっしゃい。いや、あのね、これはね、去年も社長に聞いたように、さ、少しずつ咲きながら食べると美味しいということで、香りが ね、なんか一層下げてない、下げてないんだけど、ウケる。根元から根元から失礼しました。はい、しかもこれ同じだけど、あ、いいですね。まあいいよね。さっき咲いて食べて、せっかくならこっちの頭の方から、うんうんうん、ね、じゃあいただきます。あ、いい音、うん、音聞こえました。じゃあちょっと日本酒、うまそうだな。うん、まい日本酒が。どっちやねん。まったくすごい。一層美味しいね。一層美味しい、うん、さあ皆さん、ただ何でしょう。ハンナマ、お願いします。ハンナマという情報がありますので、リーダーちょっと、でもそこがあるじゃないの。あんまり炭になるより、ミディアムレアで、リーダー一発ちょっと言ってみてください。それ私、うん、裂いていけってことなんで。じゃあ私ね、その次の気圧埼玉行って、暑いな。だって俺もっと暑い、何も暑くなかったから、何にも暑くなかったけど俺。やっぱり俺一番焼けてないよ。暑いよ、暑いじゃん。その暑さを我慢して行ってください、うんうん、そうそうそう、この湯気、あ、すごいいい香りだね、きっとすごい。サリンカのよ。サリンカって言うな。歯ごたえすごい、キシキシ。私もいただきます。お、来たな、これ来たな、これ、これ来たな、この流れだな、これ、この流れ、美味しいでしょ。うまい酒。これは、ね、やっぱ入れるの、まずそのまま一個食べてもいい。じゃあこれをいただきます。この一番大きいところをいただきます。うん、すごい、鼻に抜けるこの香りと
このシャキシャキ感、うん、最高です。やっぱうまいな。さすが食レポ。うちじゃどんだけダメなんだ。すみません。見てください。カエルみたいな。じゃあこちらを根元から咲くんだね。そうそう。あっちよ。ここじゃないじゃん、ここ。どこ入れてんの？っていうか、一つも焼き松茸食ってないよね。全部下げちゃってる。これ焼き松茸。でもね、ここに使った松茸美味しい。美味しい。うん、美味しい。目で。いや本当に今日はあの美味しい松茸料理と、美味しいお酒ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。まあ、基本的に、まあ、去年も来していただいたんですけど、はい、営業時間はいつまでかっていうのを一応 PR していただきます。あ、そうですか。はい、今シーズンあの9月3日から、はい、11月15日まで、15日ですね。はい、投資で、時間はオープンは11時からスタートして、はい、夜の9時までですね、ね、やってみます。はい、11月15日までですね。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。今年のその松茸の出具合っていうのは、まあ豊作では順調には、まあ、来てるんですけども、まあ、出るところに出てこないっていう、なんかちょっと矛盾しているような、なんかちょっと、苦しい。おすすめの、まあ、コース、何点かあると思うんですが、はいはい、なんかちょっとここで PR したい、一番おすすめな、まあ、うちは5000円から税込みで、はい、コース料理として十分いただけるんですけど、はい、やっぱり焼き松茸が出る、はい、コースですよね。それが、まあ、9000円で税込みでございますので、はい、ぜひこの自然のこう感じながらね、香りと焼き松の歯応え、ぜひ味わっていただきたいと、そう思っております。本当に焼き松茸はもういい香りで美味しくいただきました、ね、ありがとうございます、ね、はい、最後にですね、はい、まあぜみち山荘に、はい、まあ、私たちティーズ4、はい、来ました。まあ、何かサービスをしていただけることは可能かなと。ああ、ぜひ頑張ってみます。あ、本当ですか。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい、皆さん、勝者プレゼント、またこれでプレゼントというか何かね、はい、サービスということで。そうですね。ぜひ何か限定何組とかってありますか。そうですね。ぜひ限定頑張って。はい、10組ぐらい、すごい、ありがとうございます。じゃあ10組来ていただいた方に、牛山店長ですね、はい、もし声をかけていただけたら、ね、ぜひ、まあ来て真っ先に売店の、はい、ママさんがございますので、はいはい、ママさんなりにまず言っていただければ、ね、まず言っていただいて、はい、一声かけていただければ、はい、こちらの方でご用意させていただきますので、 ありがとうございます、はい、本当にすみません、はい、じゃあ限定ここでまたサービスいただきましたので、限定ね10組ですね、はい、T's4 ですね、ヘイお待ちを見たという方限定10組で、もし何かねサービスがあるかということで、はい、すみません、期待していただければいいと思います。本当にすみません、ありがとうございます。本当にご無理って、今日は本当に美味しい松茸料理本当にご参加してありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひ来年も来させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでぜひ皆さんあぜみち山荘よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。ぜひお、じゃあぜひせっかくなのでお姉さんも、はい、どうもありがとうございました。はい。おめでいっぱいいらっしゃいました。ということで、ごちそうに、はい、去年もそうでしたが、今年もごちそうになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。で、私松茸買いましたけども、サービスもしていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。力使っちゃいましたけど、はい、本当に、はい、ありがとうございます。また来年、うん、常連さんなので、ありがとうございます。ありがとうございます。秋の恒例に、はい、
できればいいなと思ってますね、はい、またね、そうですね、来させていただければと思いますので、はい、ぜひね、来年テラス席でね、ぜひね、またまたまた盛り上がってください、はい、ありがとうございます、ね、みんな飲める口です、ね、はい、飲みすぎて困る。じゃあですね、見てくださってる方もね、はい、ぜひこのあぜ道山荘さんにね、はい、ぜひお越しください、はい、ということで今回の取材はこれで終わりにしたいと思います、はい、もうぐでぐでのぐでぐでの感じのテニスフォーでした。いつもですか、はい、はい、またね、ありがとうございました、はい、またバイバーイ、はい、ね、VTR 見ていただきました、はい、いかがでしたでしょうか、いかがでしたかね、なんかね、随分酔っ払ったから誰とは言わない、誰とは言いませんが、ね、まあ、ちょっといるいないかな、いないかな、あ、ごめん、俺すんげえ酔っ払っちゃってる、いないから、そもそもいないから、ごめんね、アキちゃんね、ごめんね、アキちゃん、本当に申し訳ないけど、まあ、いただきました、うん、本当に、でもね、あの、さっきも言いましたけど、昨年に引き続いて今年もっていうことでね、すごいサービスいただいたじゃないですか、うん、あの松茸ご飯、ご飯、うん、あの大量だったよ、ね、炊きすぎちゃったからって言って、うん、あれいくつあったんですか、10パックぐらい結構もらったね、うん、あの皆さんでよかったら食べてくださいって言ってあのねえ、あれ別にうちらだからもらったわけじゃないからね、うん、あれね、たまたまだよ、ね、たまたま、あの季節物 ですから何かあっいい時に行ったらいいことがあるかもしれない、そう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 、 そういうこと、あと、あの、何でしょう、一番最後までいると、あ、そうそう、定年間際までいると、まあしかもこいつが最初から最後までだったかもしれない、最初からじゃないか、うん、でもやっぱり昨年も、ね、あのお邪魔してごちそういただいて、で今年もっていうことで、多分そんなのも多分ね、少しはあったかなっていうのもあるので、何かしらね、皆様方もあの、まあ、ちょっと高価ではありますが、季節のものですので、そうですね、1年に1回の贅沢、もう自分へのご褒美ということで行っていただけるんで、もうあの毎年行っていただけると、何かしらのそういうサービスがきっとね、うん、あると思います、あると思いますので、きっと何それ怖いあぜ道山荘さん、皆さんぜひ、はい、うん、あの本当にアットホームな感じのね、うん、ところなんでね、あのまま大好き、俺、うん、今年はちょっと行けなかったんですけど、でもね、社長ね、いなかったの、そうなんですよ、いなかった、今年いなかったからそうね、さすが行ってないから分からないけど、ね、行ってない、でもいなかったのよ、うん、でもね、ちゃんとこう、こういうそういうサービスはしていただいたので、うん、皆さんもぜひね、あの印象に残るようなご訪問をしていただいて何かね、はい、あの人本当に何かサービス絶対出てくると思います、うん、本当に本当に、いいと思います、そんなに言っちゃっていいの、いいサービスあるよって、大丈夫、きっと大丈夫、あと知らないまあでも本当にね、行ってみてもらいたいお店の一つではありますよね、うん、本当に雰囲気もいいし、うん、本当に、うん、あとちょっと行ってないんだよね、あの辺本当にあの松茸のそういうところいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でもね、あぜ道山荘さんしか知らないですけれども、まあ、他にもね、いっぱいいいお店は、まあ、ちょっと食べ歩きするにはちょっとね、うん、他すぎるからねでもあぜ道山荘さんには本当によくしていただいております、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ぜひ皆さんも、ね、いつも2回目だけどあの来年もぜひ来てくださいって言っていただきました、お待ちしておりますということでね、ぜひ行きましょう、はい、ね、はい、ありがとうございます、ということでね、あの、まあね、行ってまいりましたけどもね、はい、ということで、じゃあこれで締めになりますか、はい、締めになります、で、はい、あの最後にあのうちの今回こんな感じなんですけど、来月の放送の時には、うん、11月の3日にね、うん、まあ、はい、東山城お知らせがありましたね、すいません、それ忘れてました、お願いします、遠石米山城祭りね、はいはい、11月の3日、何曜日ですか、3日は、1、2、3、木曜日、木曜日です、はい、あの祝日ですね、11月の3日、祝日なんですけども、その日に遠石米山城祭りありますんでね、でそこで今回我々また参加します、うん、3回目ですね、はい、ライブやるということで、はい、ぜひね、見てくださってる方はもし
ね、これるのであればぜひ来ていただいて、我々もね、まあ、3回目とはいえやっぱり毎回緊張したり、ね、するのでね、応援していただけるとね、ぜひ応援していただけるとありがたいと思います。11月3日ですからね、はい、生ライブですからね、ぜひ皆さんよろしくよろしくお願いします。はい、今月はですね、井上陽水さんのね、少年時代をやりたいと思います。それではいきなりいっちゃおうかね。はい、いいですね。いいですね。それじゃあ聞いてください。少年時代、いきます。ドラえもん勝ち。でもあれじゃない、見てくれて
てさ、で声かけてもらえばさ、じゃあ打ち上げ一緒に行こうよなんて。そうそうそう、ぜひぜひ、もう何度も分かんない、乾杯しましょう、はい、みんなで、ね、ぜひうちらの飲みっぷりを見てもらいたい。あ、そっちじゃねえか。大丈夫大丈夫、参加料割り勘でぜひご期待。割り勘3日午後です。はい、では午後でしたね。ということでね、はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思いますが、グダグダだな、またいつも通りだよ。いい、もうティルモらしい、こういうの大好き。じゃあ、あのね、じゃあ俺ちゃんと仕切るけど、はい、まずはじゃあ11月3日、はい、砥石米山城の、はい、あの我々ホームステージあります。まあ、それもよろしくお願いしますということでお願いします。はい、次回放送が11月11日、はい、1111、はい、私週1ということで、はい、よろしくお願いします。はい、開けるよ。じゃあそれでは今回はね、はい、終わりたいと思います。はい、じゃあまた来月、はい、お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。せーの、うーん、バー。